本日はモーニング娘。ワンサブ石田ゆり、尾形春奈、牧野マリアバースデーイベントイン名古屋にお越しくださいまして誠にありがとうございます。イベント中はお席の移動できませんので決められたお席でご覧ください。録音録画機器携帯電話のご使用はご遠慮ください。それでは開演です。本日の MC 爽やか五郎さんお願いします。ゴロなんでちょっとドキマキしてるんだよ。どうもこんにちは、皆さん。バースデーたくさんということでやってまいりました。モーニング娘。ワンセブン石田歩美、尾形春奈、牧野マリア、バースデーイベントイン名古屋。みんな盛り上がっていくか。ありがとうございます。本日の司会はジョジョ君のサバイルゴロです。よろしくお願いします。オカミやるならやるならやらない。ということでですね、東京でもね、石田ちゃん、そして牧野さんはバースデーイベントやりました。尾形さんは来週となっております。そのバースデーをこちら名古屋でもお祝いしたいと思って、本日は3名が来てくれております。それでは早速呼んでもよろしいですか。それでは登場してもらいましょう。モーニング娘。ワンセブン石田歩美、尾形春奈、牧野マリアです。どうぞ。紹介お願いします。はい、1月7日で20歳になりました石田歩美です。
自分の曲間違えるはい、ということで3人に来ていただきましたが、はい、ちなみに3人はね、こう誕生日の時期が近いわけじゃないですか、はい、なんかプレゼントあげっことかするの？マリアにまだ私マリアにまだ私そうかも、ね、今日持ってきてるんだ。今日持ってきてるんだ。今日持ってきてるんですけど、ちょっとあの言えないやつ。なるほど。何いえ、はい、言えない、まだここで内緒ね。そうだね、そうだね、本人にも、言わない言わないよ、いやいや、なちなちでいいけど。そうですね。マリアも石田ちゃんとかあげたの？グラスはペンそうだね、すごい大人なものくれました。パルダ、去年からマリアの誕生日プレゼント買ってたんですよ。おお、はい、けどまだ渡してないんですよ。1年寝かして、何年寝かせるの？まあまあまあ、でもね、そっかそっか、忘れてた。ちなみにね、あゆみはもうこの前誕生日を迎えてバスツアーもやったんだよね。やったね。今日来てくれたかな、皆さん。そうですよね。どんな感じだったか、バスツアー。バスツアーは、なんかほとんどの時間をファンの皆さんと一緒に過ごせたりとか、こう、おはようからお休みの挨拶。ライオンかよ。ライオン。そう、したりとかしたので、なんか本当にこう、来てくださった方となんか、久しぶりにっていう、こうやってまた会ったりとか、握手会とかで会ったりすると、あ、久しぶりみたいな。おお、そっかそっか、すごい近づいた、絆は深まったわけだね。はい、はい、気持ちになりました。で、マリアはもう最近ね、ついはい、ありがとうございました。やっぱりゲッターズ飯田さんがね、ゲストに来てくれて、そうだよね、そうなんですよ。どうだった？いや、マリア、人気者になるらしい。そうなの。だから16歳がまたグイーンって上がるって言ってね。そして21歳もグイーンって、グイーンって上がる。おお、すごい。そうなので、それでね、そのほうが尾形ちゃんもね、見てもらったんだよね、飯田さんに。尾形ちゃんは変態ってやつ、うん、そうなんだよ。やだー。そうなの？いや、沢田さんなの知らんとこでそんな勝手に確かにな。はい、全然そんなことないですね。尾形ちゃんは変態、いや、え、なんだろう、うん、なんか恥ずかしげのない変態っていうか。一番立ち悪いじゃないか。なんか変わってる変、なんかちょっと難しいな。あ、そうなんだ。じゃあまだファンの皆さん知らない部分もあるわけだ、ね、かもしれないね。どうなんだろう。そんなね、おばちゃんは、近々、はい、イベント、あと1週間と1週間、どんな感じのイベントになります？ですね、まだ何もわかんないです。わかんない。ちょっと秘密です。でも今一生懸命歌詞覚えてるんで、皆さん楽しみに、ね、来てくれる、楽しんでください、はい、ということで、本日このメンバーでやっていきます。皆さん最後までよろしくお願いします。さあ、それでは最初のコーナーに行きましょう。最初のコーナーはこちら、あゆみ、ハーチン、マリアン、どっち？はい、このコーナーはね、牧野さんのバースデーイベントでもやりました、はい、今からですね、私が出す質問に2択で答えていただきたいと思います、はい、A か B ですね、はい、はい、それでそのお話をどんどん掘り下げていこうかと、なりました、なります、はい、それでは早速行ってもよろしいですか。はい、それではまず第1問、みんなでカラオケ、許せないのはどっち？何？みんなでカラオケ許せないのはどっち？いきますよ、はい、A、勝手に途中で止められる、おお、B、勝手にハモられる、どっちもやだ、A が勝手に止められる、これみんなあることだよね、多分ね、カラオケあるあるですね、本当に、さあ、それでは決まりましたか、はい、それではいきますよ、せーの、どうぞ、お、B、A、B、そうそうそう、じゃあちょっと分かれる、 B と A、ちょっと一瞬、さあ、まずじゃあ、A、A の尾形ちゃん、勝手に止められるの方が嫌だ、ちょっとカラオケはあんま行ったことないか分かんないんですけど、うん、ほとんど行ったことないんですけど、ハモられるのって良くないですか？あ、むしろいいと、だって一人で歌うの不安やから一緒に歌ってくれる。なるほどね、意見あるんじゃないの、嫌なんで音程が分からなくなっちゃう、分からなくなって、それはかも、しかもなんか自分が入れたせっかくの曲なのになんで入ってくるので、ハモってくるような人って絶対上手い人じゃないですか、まあそうだよね、上手い人がなんか入ってくるな、上位わかるわ、絶対なると思う、だって主戦食ってくるからね、そういう人ね、そうですよ、なるほど、まあそれも嫌だけど、なんか確かに普通に考えて途中で止められる、止められるのも常識的にダメだよな、確かにダメ、よっぽど嫌だったんですよ、あと次歌おうと思ってた歌先にいられるのも嫌だよね、あー、でもそれちゃうね、
っちゃった。やっちゃった。やっちゃった。じゃあこんな感じでやっていきます。はい、それでは、はい、いきます。はい、第2問。宝くじで6億円当たったら、はい、メンバーには言う、A が言う、まあ、B は言わないですね、まあ、はいはい、メンバーですね、メンバーですね、メンバー、はい、メンバー限定、はい、A が言う、B が言わない、さあそれではいきますよ、はい、せーの、どうぞ。 B が言わない、うん、え、でも言っても信じてくれない。待って、マキノちゃんが言う、そして言うの？言うの？言うの？え、なんで言わないんですか？だって石田さんとか絶対なんか食いついてくる。言わない。私はないから言ったら、言うね。危ないですよ。でもなんか言っても信じてくれない気もするけど、まあね、言ってみなんかお話できるネタになる。6億は、ね、あれ、6億円当たったんだよって。そのテンションで言うの？信じないよ、それは信じないよ、ね、信じない、うん、え、ちなみに2人は言わない？だって言わないですよ、ね、言わないよね、言わずに去りますよ、なんか芸能界は？違う、違うんですけど、言わないですよね、言わないよね、うん、ちなみに石田ちゃん、もしあなた誰かには言う？誰かには、うん、でも親にはさすがに相談はすると思いますよ。こんな大金もらっちゃってどうしようって現実的になんか現実的になんか何億円ももらったらどうするってパッと使いたいとか言う人も結構いるけど、ね、うん、現実的にガチでこう何万億円ももらったら何にも考えられなくてパニックになる。興奮してんだよ。どうしたよ、当たってないんだよ。当たったら、当たったらな、興奮したな今な、考えるだけで熱くなってきた。まあ、言う言わないとね、分かれました。さあ次行きましょう、はい、続いて、MV の撮影、はい、やるならどっち？え、 A 70m のバンジージャンプ、おお、はい、MV ね、 70m のバンジージャンプ、 B 70度の熱湯風呂、はい、どっちかやらなきゃいけないですね、これはね、70つながりですか、 A と B お願いいたします。それでは行きますよ、せーの、どうぞ、はい、A、B、すごい、何？ネット？ネット行っちゃうの？え、本当に？聞けちゃうよ。聞いちゃう。先ネットを聞く？ちょっと、や無理。なんでなんで？いや、バンジージャンプとか絶対できないんですよ。いや、70度のが絶対できないよ。命に関わる。70度ってどれぐらいだろう？100度でお湯は沸騰するよ。するやばいやばいやば。溶ける。普段お風呂何度ぐらいで入ってる？40度ぐらい。そうだね。やばい。42度で暑だよ。ちなみにバンジージャンプ。ちょっとやってみたいって思う。そう、私も結構いけるタイプ。むしろいけるタイプだ。はい、やりたいです。やりたいです。ああ、そっかそっか。全然やっても構わないけど。はい。昔に一回すごいのやったことあるのは、アメリカのヒューストンにみんなで行った時に、逆バンジーっていうのを佐藤正樹ちゃんと一緒に乗ったんですよ。こうなんか丸い球体みたいに乗せられて、ピョーンって飛んで、本当に空が近かったです。あれは。何メートルか覚えてないんですけど、それも、こう鉄柱にこうなってる、鉄柱ガタ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 、怖いね、結構あれは危なかったと思う。ヒューストンの遊園地、怖いもの乗り物多すぎて何にも乗らなかった。すごいすごい、みんなが置いてかれるヒューストンの話っていうのは。そうかそうか、まあ、じゃあバンジーはマリアも大丈夫ね。はい、マリアピューってやってみて。だってスカイダイビングやってみたいですよ。やってみたいですよ、飛ぶ系の怖いやつ。飛ぶ系のね、はい、わかりました。さあそれでは続いていきましょう、はい、ファストフードのポテト、はい、食べ方ね、どっち派ですか？ああ A しなしな派、 B カリカリ派、はい、はい、A と B で分かれてください。それではいきますよ、せーの、どうぞ、お、分かれましたね、いいですね、しなしなって。じゃあ、めっちゃおばちゃんこっちだな、おばちゃんこっちおいで、ね、ごとく違うな、やっぱり変態かな、なんか変態じゃない？そういうことか、ちょっと変わりもんね。え、ちなみにしなしな派ですよ。ちょっとみんな2人いいんだよ、だってカリカリじゃない、ポテトだってそれ時間が経ってもう美味しくなくなっちゃった。何がいいの、しなしな、確かに、カリカリの何がいいんですか？いいよ、やって。いや、カリカリは食感いいよね、そうだよね。もう負けた。ほら、何が言って言ってやりな、マリオ。いや、あれですよ、時間が経って次の日にチンして食べたポテトとかしなしなですから、しなしなだね、あんまり食べれない。そうだね、あんまりだもん、ね、で、塩がいっぱいついててカリカリのやつがいい、ベストだ。はい、
が一番美味しくて時間が経ったのがしなしななイメージもあります。おばちゃんが言ってるしなしなはその時間が経ったしなしななの、それともともとがしなしなの感じ、なんかもう正直どっちでもいい。どやおい半分ずつ入ってるぐらいになって。じゃあ一回これ聞いてみようか、本当にどっちが多いか。確かに。ちなみにじゃあ、しなしなの方がいい人。はい。意外と、ね、でも出ろ。そうなんだ。あでもちょっとやっぱ顔見るとみんな変わり者の人。変わり者の人。やっぱりちょっと借りたいのが多いとかもね。そうなんだ。はい、それでは続いていきましょう。はい、1日気づかないまま過ごすならどっち、はい、?1 日気づかないまま過ごすならどっち、はいはい、?A、歯に青のり。B、背中にシール。値札シール。あー気づかないで過ごすならどっち、はい、?A、青のり。B、背中に値札シールいきましょう。せーの、どうぞ。J、B、E。おお、これ全員か。やっと揃った。よかったね。B。さすがに歯に青のりはきついか。じゃあ、きついですね。恥ずかしい。そうか、まだ値札後ろについてたら、何ついてるよってなるけど、ね、青のりだと、ゆえんリアルに多分。ダメだと。じゃあさ、マキノちゃんとか先輩の石田さんがさ、今日みんな頑張ってこうねって言った時、めちゃめちゃ歯についてたらさ、言えるの？なんて言う？石田さん、鏡どうぞ。まあ、そうだね。鏡見ます見ます。なるほどね。いいかも、それは。石田ちゃん、何？今真面目にやってんだけど。確かに確かに。言えない。でも、値札シールなら、値札シールじゃないですけど、あのクリーニングのタグみたいなのあるじゃないですか。あれ結構つけたまんまにしてます。しかもなんか分かっててつけたまんまにしてることも多いです。結構ベロンベロン。取らない。なんかまあピッてやればすぐ取れるんですけど、うん、コートとかについてるのついてるよって言われて、うん、あそうだねついてるねって言って取らない。なんでなんでなんで。めんどくさい。どういうこと。なんだろう。なんピッてなんで取らない。クリーニング、クリーニング一番。新品感がいいんじゃないですか。そういうこと。クリーニング出したてか。私はちゃんとクリーニングしてるよってこと。超ダサいよそれ。超アイドルのやることじゃないよそれ。毎年出します、ね、やめてくださいね。はい、さあ次行きましょう、はい、焼肉屋に行って、はい、嫌なのはどっち、うん、焼肉屋 A 自分が育てた肉を食べられる、あ B やたらとひっくり返される。これは悩みますよ。育てたのは焼肉屋、自分の人事みたいなパターンはそこから違うかもしれないけどね。牛飼ってるんだと思ってた。そういうのが食べられてる。やべえな、店で怖いな。店で怖いな。全然分かってないです。違います、自分で牛飼ってる。違います、ありません。はい、家畜の話してませんから。はい、ね、A が自分で育てた肉、 B がやたらひっくり返される、はいはい、いきますよ。せーの、どうぞ。おー、分かれた。あ、嫌な方ですか？嫌な方ですね。そうそう、嫌な方、嫌な方、嫌な方、分かりました。これはじゃあ、まず少数派の石田さんの意見聞きましょう。え、だって、なんかいい お焼肉屋さんとかに行くと、うん、あまりひっくり返さず食べてくださいって言われるじゃないですか、うんうん、それを結構信じてるんで、うん、あのなんか、あ、分かってないなって思う。ああ、そうか、そうか、そうか。何回もひっくり返す人は、いや、私も別にそんな、はい、いいって言ってもなんかその程度がありますけど、福村さんとかが言ういいとは言わないかもしれないけど、その私なりのこだわりはありますね。そうだよね、はい、ちなみに2人は、焼き加減みたいな、うん、なんかせっかく美味しそうなところ、うん、よし食べようって思ったものを食べられるとショック。ショックか。あ、じゃあ何、ちなみに3人は自分らで焼肉行ったら、まあ、はいはい、先輩とかね、誰でも、はい、自分の陣地決める派ですか？あ、いや、みんなとみんなで焼くんですけど、私が焼くといつも工藤さんが大丈夫、変わってあげるよ。あ、そう、工藤さんがいつも焼いてる。そう、いや、男前だな。そうなんだ。焼く人ですね。あ、工藤さんよくひっくり返すの？よくひっくり返しますね。そうなんだ。じゃあちょっとあゆみはちょっとあんまひっくり返さないでと思ってた時もあるわけだ。うん、なんかはい。ちょっとね。なるほど、焼肉行きたくなりますね、この話してるとね。さあ続いていきましょう。お風呂上がりです、はい、体を拭いたバスタオルはどっち、うん、A 一回使ったら洗濯かご、はあ、B 乾かして何回か使う、はい、これはでも、はい、そうですね。覚えてるね。さあそれではいきましょう。一応聞いておきましょうね。A 一回使ったらかご、B 何回か使う、いきますよ。せーの、どうぞ。 A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 
違う、あのですね、私過去になんかこういう話された時のイベントであって、はいうんうんそね、その時は、うん、何回も使う人だったんですよ。それはだって綺麗な体を拭いてるバスタオルだから、なんか何回も何回も洗う方がタオルが痛むぞって思ってたけど、すごい否定されたんですよ、イベントでも。そっから私変えたんです、おお毎回洗うように。だからって言わないで。ちなみにそれ変わってどうですか、気持ち的に。やっぱタオルがゴワゴワしてるんですよ。あれってことは、ってことはやっぱ洗いすぎていけないんですよ。いけないのか。でも逆に結構使えた方のがタオル吸い込みやすいみたいな感じが、なんか新しくてふわふわだとなんか全然拭いた感じがしない。使い込みすぎてるのかな。替え時、替え時、バスタオル替え時かもしれない。買いたい時が買い替え時だからね。そうですね。お願いします。じゃあラスト1問くらいいこうかな。はい、はい、それではあ、じゃあこれいこうかな。真剣な悩みを相談するならどっち、うん、A 福村美月、B 生田絵里奈。難しいの、難しいの、真剣な悩み、うん、さあそれでは A が福ちゃん、 B が生田、うん、それではいきますよ、せーの、どうぞ。あ、もう このパターン。あ、初めてなんかロイヤルストレートフラッシュを綺麗なフラッシュを見ましたけど、まずこれ、ね、リーダーでしょ。リーダー、そうです、そうですね、やっぱそういうのはリーダー、そういうことで、それもリーダーでやっぱり言うのがね、あれですからね。実際相談したこととかある？あ、聞きたい。先輩にって、うん、あ、福村さんに、まあ、相談する、うん、たことはあります。あ、本当、はい、なんかダンスのなんかそういうパフォーマンスでとか、はいはい、そういうのでなんか相談したこととかはありますね。そうだ、あ、春の生田さんに、うん、あの全国握手会の時服どうしたらいいですかって、うん、それぐらいですかね。真剣な悩みって書いてある。服もね、それ真剣な悩みですから、うん、はい、それぐらいですね。どうなの、石田ちゃんは。あ、私はそうですね、うん、あれ、ほら福村さんは、うん、やっぱこうバッツアーもやった中ですし、あ、そうだね、割と本当にあのライブについて、うん、こうなんか目と目で通じ合える感じをすごく感じるんですよ、うん、それでなんかこう今日のライブ頑張ろうねみたいなことをお話ししたり、うん、真面目に話したりする、はいはい、一方生田さんとは、生田さんとはこう生田さんと一緒にいるとあのスベリーズって結構茶化されちゃうからそうですよ、ファンの皆さんが私たちをこうなんか真剣なお話にの方向に持っていかないみたいなのがありますからね、うん、宝くじの時と全然テンションが違う。わかりました。さあ、ということでお時間が来てしまいました。いろんな A と B を教えてくださった3人ともありがとうございました。はい、ということで以上、あゆみんファーチューマリオンドッチでした。さあ、それではお札を返しまして、続いてのコーナーに行きたいと思います。続いてのコーナーはこちら、思い出抽選会。はい、このコーナーはね、本日来てくれた皆さんに3人から抽選でプレゼントを差し上げたいと思います。はい、ただし普通のプレゼントは違いまして、皆さんの思い出に残るようなプレゼントを差し上げたいと思っております。はい、ちょっとルールを説明しますね。じゃあ石田ちゃん、ちょっと来てもらっていいかな。まずはこちら、プレゼントと書かれた箱にはですね、プレゼントの内容が入っております。内容、はい、それをまず引いてもらった後に、こちらですね、座席と書かれたところから抽選を引いていただきまして、来てここに前に来てもらうことも結構あると思いますので、ファンの皆さん、はい、参加方となっております。それでは早速行きましょうか。じゃあまずはあゆみんから行こうか。はい、時間許す限りやっていきますので、ね、行きましょう。はい、じゃあお願いします。プレゼントは、誕生日の抱負の川柳を書いたサイン色紙。すごいよ、サイン色紙。いきなりこれ引っ掛かればね、なんかすごいの引いちゃった。というので、座席ですね、はい、さあ皆さん願ってください、はい、いきますよ。これ D 列、 D 列、どこ D 列、20番、 D の20、はい、いますか。はい、女性の方、はい、ありがとうございます。じゃあ前に出てきていただきましょうかね。はい、さあ前に出てきていただきますよ。はい、
さあこちらもう一回言いますね、誕生日の抱負を石田ちゃんがだから、はい、こちらすいません。さあ石田さんが今からですね自分の誕生日の抱負ですね。あ、あれまず1個そこ行きます。ちょっと微妙に隠すのやめて。質問やってる。色変わるの？色変わるんだろ？変わるよ。ということで川柳とかもらうことあります？初めて思い出、これは思い出になりますか？はい、思い出ですからね、思い出プレゼントですからね、思い出抽選会でございますから。これちなみにもう石田さんのサイン付きの川柳も世界に一つしか。すごい。これもらったらどこに飾りますか？お部屋ね、いい方向に、ホクホク製の方にね、今年ホクホク製の方にもらいたいと思いますよ。そうこうしてるうちにあゆみも、はい、サインもありましたよ。できました。しました。お待たせしました。それでは、久々にポエム以来ですかね。久しぶりに。ありましたね。川柳の方をお聞かせください。はい。あゆみんとファンのみんなでハワイへ行こう。どうですか。行きたいですよね。ね、プレゼント。じゃあお約束の印に行きましょう。これ今年の抱負。そうですね。あの、え、何年行ってない？行ったことないです。そうですよね。そう、12期も行ったことないし、はい、あの、え、ワンフォーですよね。最後は2014年以来行ってないので、なんかみんなバスが楽しかったので、みんなでもそういうファンクラブイベントとかやりたいなって思いました。マジで行きましょうね。はい。はい、ありがとうございます。こんな感じで、はい、やっていきます。次は、はい、私たち行きますか。行きます。はい、あ、なんだ。20秒間褒めまくってもらえる。来ました。おお、これはいいですよ。褒められたい。みんなで3人で褒める。そうだね。そうかな。じゃあ3人でいきます。褒められますね。じゃん。お、B 列？列ね。最前列？17番。おお、おめでとうございます。20秒間、そうですね、このお客様を3人でめちゃめちゃ褒めて、うわ、めちゃめちゃ褒めてめ、青が似合う。身長が高くてもがっつりしててラグビーとかうまそうですよ。嘘思う。ラグビーうまそう。優しそう。そう、めっちゃ優しい。ちょっとなんか照れてるんだけど、はみ込む笑顔がすごい。出身はどっちですか？出身。愛知です。あ、おー、地元一緒だ。さすが。さすが。あの、何ファンですか？ちなみに野球。野球はドラゴン。終了。いいセンスしてる。質問コーナー。終了です。
うわうわこれはいいよいいよマリアのラブリーな先生絶対ラブリーになるやんか、うん、決めつけた頼むよマリア頼むよそれははい、うん、よし行きます、はい、B 列B 列でしょ、ね、B 列13番 B13 番うわど真ん中のお兄さんさあ前へどうぞ前へどうぞラブリーあすごい髪すごいよじゃあマリアこれさせっかく色紙ってあるから書こうかおおすごいね書いてくれあれヒステリックブルーの人じゃないですか見ないと思ったら名古屋にいたのかと思いますじゃあこれマリア考えてもらってせっかくだから色紙に書いてもらったら嬉しい、はい、確かにおー、はい、ラブリー命名みたいな情報欲しいなんかそれをちょっと名前なんていうニックネームそれをつけんだよびっくりしたな名前なんかちょっと好きな食べ物とかなんかそういうのいいかもそうそういうのなんか何個か聞いて、うんうんうん、質問していいし見た目でもいいけど、うんうん、見た目から結構つけられそう見た目からいっとくかもね見た目はいどうなんだろうどうなんだよマリアがマリア頼むよマリアうん頑張るマリアニックネーム決めようとしてるのにニックネーム教えてくださいってニックネーム決めないよマリアマリア何かなな、じゃあもう一度地元はどちら東京東京からあらいいですねいいですね東京から曲来てくれましたよおそんな長いんや長いねすごい3行ぐらい、まあ、長いのと短いのどっちがいいですか好きな方書けよお任せねマリアマリアこれ長ければ長いほどどんどんやりたくなるからそうだよ確かにみんな当たるんもっとね当たりたいですよね褒められた人下向いてんだからさ頼むよマリアマリアおもうなんか書いてるよてもいいよおーおおおおなんかあじゃあ最後サインもつけてちなみにお兄さん実際ニックネームとかあるんですかハリマですもう有名なんですかまあ実際まあ今現在はハリマさんって結構呼ばれてるんですねじゃあ変わりますねということで今日から変わる可能性今日からラブリン命名ラブリン命名それではラブリンお兄さんのニックネームをお願いしますブルーアユミンラブリーちょっと青にしようなんか青うちあのなんかブルーマンみたいな感じで思ったんですよさすがにやるかなと思ってちょっと、うん、あの優しく考えて優しくみんなからおブルーマンラブリー行くぞってブルーマンラブリーも行くブルーマンラブリーじゃあブレスブルーアユミンラブリーということでおめでとうございますはい、難しいな、でもこれ面白いからちょっともう一回入れとこうにいやーさあ入れたーさあ、さあまだいけるかなじゃあ、あゆみ行くよ、はい、あと5分、あと5分だよあのリアルにマゼマッシュ来るかな、はい、あと3個行きたいね、はいおはい、あ、無茶振りリクエスト券おおさあ来ました、無茶振りリクエスト券はい、はい、じゃあ引いてください、はい、これ簡単に説明しますと、はい、モノマネ一発ギャグセクシーワードと3つのカードがありますのでそれを当たった方に引いてもらってその内容を一緒にやってもらって、はいはいはい、これは無茶振りよね、はい、H 列 H 7番おめでとうございますさあさあさあ来ていただきましたはいそうそう今日このカードがね3つ用意されてますのでああはいそれでは俺たちちなみに何が見たいですかセクシーワードやだおお言ってもらえる言葉とかありますかさあそれではお願いしますさすがです見てくださいよこの服もなんかやらしい服着てんじゃないですか顔隠して、まあ、これはでもあゆみんだよあでもあでもあでもちょっと推しがグイグイ来るなおお来るな牧野マリア
私マリアいいの？バトンタッチありなの？え、私ちょっと残念だけど全部譲ってあげるよ。マリアに譲ってあげるよ。やりたかった。ねえ、やりたかった。ちょっと残念だけど。マリアいい？じゃあ今日食べたおでんの具はセクシー。あ、いいですね。いいね、面白い。いたします。それではマリアお願いいたします。卵焼き。どうですか。はい、できました。おめでとう、ありがとう、おめでとうございます。ありがとうございます、ありがとうございました。さあさあ、いいですね。卵焼き、卵焼きがありましたね。卵焼きそんなセクシーだなって思ったからなかったから。すごいね。よし。さあ。ちょっとね、5分また延長していいよっていうのが、ね、おーい、ね、じゃあ話しましょう、はい、おばちゃんじゃん、お、あ、なんか2枚引いたもん、あ、いいよ、あ、どういうこと、2枚、あ、じゃあ出てない方にしようか、どっちでもいいよ、はい、おー、何、3人で悩みを解決してあげる、おー、いいね、悩みを解決します、さあ、これ皆さん今悩みになってもいいから、よし、そうですね、皆さん今すぐに悩みを考えてください今すぐに、はい、お、まだ L 列 L 20番20番、L 列20番いるいないかな、恥ずかしい、あ、いらっしゃいました、はい、おめでとうございます、前の方へ、さあ、悩みですからね、まあある方の悩み、はい、悩むかな、悩むしちゃいますね、さあ、こちらの方からね悩みを解決してあげよう。そうだよ。ちなみにちゃんとなんかスーツ着たなんかねビシッとされる方だから、そうですね、悩みを頼むよ。なんかお仕事の悩みがあるかな、はい。ここでしか言えないこととか。ちなみに来たらスーツじゃなかった。申し訳ございません。はい、すみません。ね、まあ、ニックネームみたいなのございますか。キミツさん、キミツさん、さんの悩みを聞いてもよろしいですか。何でもいいですよ、小さいことでも、好き嫌いがあるとか、推し面が定まらないとか、前に出るともちもちしてるみたいな、いいですよ、なんかあります、お、あ、自信がない、おあ、なるほど、これはいい質問じゃないですか、あ、そう、でもそれも、はい、あ、いいですか、悩み解消してもいいですか、絶対来るね、多分ここで、うん、パッてやっちゃったら、うん、できる気がする、あー、出た、出た、そういうことか、やるっつったら行くね、マリアン、マキのマリアンはそれね、そうだね、マリアン、マリアン、オガタン、オガタン、オガタンはですか、自信がないのは、うん、ですね、努力したらいいんじゃないですかそうだね、なんかあの自分、なるほど、なんかわか、あとできるまで練習したら自信がつくんじゃないですか、何に対しての自信ですか、一番自分に対して、自分に対して、美容室に行くいいですよ、いいですよ、そのピンポイントのね、はい、じゃあ石田さん、石田、そうですね、いや、こう悩みがない、違う、間違った自分に自信がない、おっしゃいますか、仕事したら中国から来られた、私、もしもしか、私、日本人ですよね、ちょっと上にお願いします、自分に自信がないっておっしゃいましたけども、今こうステージに上がって、まあ、ちょっとこうステージ客席にお尻向けちゃってるかもありますけど、こう今笑った顔がほら見てすごく素敵、ほら皆さん今こんだけの皆さんに拍手、こんな笑顔で拍手をもらえてるんですから、自分に自信がないなんて言っちゃダメです、私がじゃあ自信を持っています、あなたは自信を持っていい人です、そうです、そうだ、さあ自信を持っていい人がちょっと怒られるという展開になりました、どれが良かったですか、やはり最後、あゆみ、自信持てましたか、悩み解決ですね、おめでとうございます、本日ありがとうございました、ありがとうございました、出てくる時点でね、まずは出しますから、そういう風を持ってるんですか、さあ、それではマリア行こうか、よし、うん、行きまーす、じゃん、え、本当、ニックネーム、来たよ来たよ、もう一回入れちゃったけど、確かに俺も、はい、
つけられたいよ。やめたいね。大丈夫かな。よし、じゃん。アイレツ。アイレツ。8番の方。アイパチ。アイパチさん。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。どうしようかな。はい。はい。ミックス。すいませんね。こちらこそすいません。いいキャラクターなのこちらこそなんか。すいませんね。ご足を願いまして。どんどん前に出てください。すいませんね。止めちゃいまして、すいません。止めちゃいまして、すいません。これがずっとちょっと言っちゃいますか。ダメです、ダメです。すいません。すいませんね、止めちゃいまして。ガラガラ開いちゃった。ダメです、ダメです。すいません。コンビでしょ。すごいんだけど。そうそう、なんか聞いてきます？はい、なんかキーワードじゃないですけど、自分のキーワードってありますよね。ぽっちゃりって。ぽっちゃりね。あ、まあ、全然寄せてますけどね。あ、そうですよね。はい。すいません。すいません。やばって言われる。はい。大丈夫です。すいません。さあさあ行きましょうよ。もう最高のキャラクターが名前。出身というかどちらから？岐阜から。この名古屋公演は何度か？3回目です。おお、すごい。東京のとかも行かれる時あります？この間武道館の方に。ありがとうございます。こういうファンクラブイベントはやっぱ名古屋来てくれるんで、いつも嬉しい。嬉しいよね。あ、さあマリアンの筆が進んでおりますよ。はい、さあこれラストでございますので、マリアンこれでバシッと決めていただきたいなと思いますね。光栄ですよ。ですよね。今まで来てきた中で何番目に嬉しいですか？今1番目です。おー、ありがとうって言いましょう。ありがとうございます。さあということで行きましょう。マリアン完成しましたか？はい、できました。はい、それでは、お兄さんのあだ名お願いします。ごめんちゃいラブリー。おー、ごめんちゃいラブリーさん。ごめんちゃいラブリーさん。いいですね。全部持ってかれた感じですけど。ありがとうございました。ということでお時間が来てしまいましたが、はい、あゆみいかがでしたか？あ、すごい楽しかったです。やっぱちょっと最後全部持ってかれた感じですけど。でもなんかこういう交流ができるのもこのイベントならではって感じがして楽しいです。さあ、はじいかがでしたか？楽しかったですね。なんか褒められたかどうかわかんないですけど、そうだよね、私言ってたんですけど、まあいい気持ちになってくれるんじゃないかなって思います。いい、ね、マリアどうですか？はい、交流ができたのが楽しかったと思います。はい、ニックネームしか引けなかったんですけど、そうだね、皆さんそれをちゃんと大切にね、できたら嬉しいなって思います。ありがとうございます。ということで、以上思い出抽選会でした。さあ皆さん、この後お待ちかねのミニライブでございます。立って一緒に盛り上がりましょう。さあということで、みんな準備はいいですか？盛り上がりますか？じゃあお願いいたします。マジャー
ライブいかがでしたか？暑いね。暑いね。ミニ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 ライブ
プでした。ありがとうございます。それ以外にいろいろあったからね、今日はね。さあ、ということで続いてのコーナーはこちらです。はい、名古屋限定のこんなコーナー、ハロクロ伝言パン。ハロプロ伝言パン。すみません、名古屋公演、毎回ここでイベントをやって、ハロプロメンバーから伝言をもらっているんですよ。はい、ということで、先週はキュートの鈴木さん、萩原さんから、3人へのメッセージを、扱っているので、一緒に見ていきましょうか。それでは、お願いいたします。イベントをやらせていただいたんですけども、伝言版ということで、はい、皆さんにちょっと伝言を、てか2月7日なんですよね、まずイベント、はい、忘れてるよ。まいちゃんの誕生日なんだ。だからとりあえずは伝言をする前にみんなで私が今どういう風にまいちゃんのバースデーを祝ってほしいか考えたから、やってみよう。まずまいちゃんのことが大好きなまきのちゃんが、真ん中で、あのこう歌うハッピーバースデーをこうやってながら歌う。でその右側でイチラちゃんが創作ダンスをハッピーバースデーってやる。ハッピーバースデーってフィギュアスケートとかやってやる。それでいいじゃん。それ。えそれでいいの？でもだってさ、いっぱいやらせてたらうちらいじめだよ。そっか。まあファンの皆さんもそういうのも見たいかなと思って真面目に考えた。ありがとうございました。それでは鈴木さん、萩原さんからの指令はですね、誕生日当日の萩原舞を、石田さんは創作ダンス、で、おがちゃんはバレエ、そして牧野は真ん中で歌を歌うと、ということでございました。歌を歌う、ハッピーバースデーのね。ハッピーバースデー、一応ね、今回はオケというか、その、あれは持ってきてるから、それに合わせて、牧野さんが歌う。で、2人は、まあね、本人いないから誰か、誰かがみんなが伝えてもらうしかないんでしょうけども、ちょっと全力でここは、やってもよろしいですか。てんてんとかどうすればいいですか。これもう一応、萩原さんで。萩原さんで、大丈夫ですね。で、いい？はい。はい。それでは、先輩からの指令でございますので、やりましょう。全力でやってもらいたいと思います。ちょっとだけ歌ってください。ちょっとだけみんなで一緒に歌ってください。それではお願いいたします。待って、結構スローだ。さあ、マイミー創作ダンス、そして何やったらいいや。はい、ハッピーバースデー、萩原さん。あゆみ、自分信じて。ハッピーバースデー to you。 ありがとうございますね。今の一番汗かいた前に。なんだこれ。だこれでね、みんなで萩原さん怒りましょうね。ということで、皆さんありがとうございました。ということで、ここで来週のお知らせです。来週もここにハロープロジェクトのメンバーがお邪魔します。来週はアンジュルム中西かなんの神国寮萌え、ハッピーバレンタインイベント2017in名古屋でございます。後ほど3人にも、来週の2人へ向けて、ビデオメッセージ撮っていただきたいと思います。これ無茶振りコーナーではございません。違うんですね。ほどほどの、はい、なるほど、よろしくお願いします。そしてもう一つですね、ハロープロジェクトオフィシャルショップ名古屋オース店より、本日のイベントに参加してくれた皆様、座席に置かれてますチラシにプレゼントの応募券ついておりますので、応募券に必要事項書いていただき、オーステまで持っていただくと、この3人のサイン入りのクリアファイルを抽選で1名の方にプレゼントします。はい、期
間はですね、明日から2週間。2週間。はい、詳しくはですね、名古屋店のツイッターご確認ください。はい。先ほど店長がですね、はい、いやまだまだ3分の1ぐらいしか来てくれないんですよと嘆いていましたので、3分の2行きましょう。行きましょう。はい。はい、皆さんぜひね、いろいろプレゼントとかもございますので、はい、特典もございますので行ってください。はいはい、ということで、お時間来てしまいましたけど、石田さん本日いかがでしたか？私ここでイベントやっていただくの、私と尾形は、うん、そうなんですよ。そう、初めてだったんですよ。だからどんな雰囲気なもんかなって、すごくちょっと不安とかもあったんですけど、皆さん盛り上がってくださって、で結構こう距離も近く楽しめたので、皆さんが笑顔でこう見ててくれてるんだなっていうのがよく見えました。本当に楽しかったです。ありがとうございました。さあ、神山。はい、そうですね。ここ私愛知県出身で地元なんですけど、こうやって地元でもバースデーイベントをさせていただくことができて、すごく嬉しかったですし、あと皆さんとプレゼント交換の時間が私特に好きで、交換してたからね。プレゼント会みたいなのが楽しくて、すごい楽しくて、またいつかできたらいいなと思いました。皆さん来てくださってありがとうございました。はい、私はまだお誕生日迎えてなくて、もう今日衣装が去年のお誕生日の衣装なんですけど、それはまだ私が17歳だからってことで、まあ、こういう衣装でやってるんですけど、そうですね、セブンティーンもうすぐ18歳になるので、残りの17歳楽しみたいなって思います。 OK、 ありがとうございます。ありがとうございました。でも今日は確かに本当一番ぐらい盛り上がったんじゃない？そうだと思う。名古屋イベント過去の素晴らしかったです。なんてすごい、ね、楽しかったですね。ねえ、これからもよろしくお願いします。ということで、モーニング娘。17、石田亜佑美、尾形春菜、牧野マリア、バースデーイベント in 名古屋でした。司会は沢井五郎、そして本日の主役は石田亜佑美と牧野マリアと尾形春菜でした。ありがとうございました。さあ、それではみんな、はい、旅を繰り返に行きましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。私もその座席座りたい。いいです。いいよ、めちゃめちゃ気持ちいいよ。I'm going to go to the hospital.